広島県を縄張りとする中国地区最大の暴力団共生会。今回は共生会の成り立ちから現在までをまとめていきます。かつて広島市内には岡組という暴力団が存在しました。岡組は広島市内の裏社会でトップクラスの地位を確立していたようです。ある年、組長である岡俊夫が健康問題を理由に引退を決意します。これによって岡組内部では後目問題が生じました。後継者の最有力候補は岡の舎弟で打越組組長だった打越信夫です。打越は岡組の後継者争いを有利に進めるために実力者の後ろ盾を得ることにしました。ここでいう実力者というのは三代目山口組で舎弟を務めていた安原正夫です。打越は安原と杯を交わすことで日本最大勢力を誇っていた山口組の直参と兄弟分になることに成功しました。この兄弟杯は岡組直組長の座を狙って交わしたものだったわけですが、これが逆効果を生んでしまいます。岡は山口組が広島市内に進出してくることを望んでいなかったため、安原と兄弟杯を交わした打越のことをよく思わなかったのです。最終的に岡は岡組を打越ではなく呉市を拠点に活動していた山村組組長の山村達夫に譲ることにしました。ただし山村が岡組の2代目組長になるのではなく、岡組が山村組に吸収されるという形になったようです。当然打越はこの決定に反発しました。とはいえ広島における一大勢力だった岡組の縄張りと組員を丸ごと吸収した山村組相手に真正面からやり合うのは困難です。窮地に追い込まれた打越は山口組本家に支援を要請しました。当時広島を含む中国地方全域の攻略を目論んでいた三代目山口組は打越の存在を逆に利用することにします。山口組組長の田岡和夫は打越を自身の舎弟にすることで打越組を三代目山口組広島支部打越会に改称させました。こうして山口組が広島市内への進出を果たしたのです。これを受けた山村は山口組最大のライバルだった本田会の会長と兄弟杯を交わして後ろ盾を得ます。それから本田会をバックに持つ山村組と山口組をバックに持つ打越会との間で激しい抗争が巻き起こりました。これが俗に言う第二次広島抗争なのですが、対立した両団体の背後に2つの広域暴力団が存在したことから代理戦争とも呼ばれています。山村組は打越会の上部団体にあたる山口組も攻撃対象にしていました。山村組で若頭を務めていた服部武は特攻隊を組織し山口組本部を爆破するという衝撃の事件を起こします。そうした抗争事件が相次いで発生したことで両団体は徐々に疲弊していきました。そのような中で一時的に休戦状態となります。このタイミングで山村組若頭の服部が山口組系打越会に圧力をかける目的で広島ヤクザの大同団結を図りました。彼は広島を拠点に活動する反山口組勢力7団体約600名を集結させて新たに共生会という組織を結成したのです。初代会長には山村組組長の山村が就任しました。ですがその翌年に彼は引退を宣言します。これに伴い共生会結成のキーマンだった服部が2代目を継承しました。その後長年にわたって対立していた打越会との手打ちが成立して打越会は解散、広島は共生会一本でまとまりました。しかし2代目会長となっていた服部が第二次広島抗争における山口組本部爆破事件の主犯格として警察に逮捕され刑務所に収監されることになります。そのため以降は理事長の山田久志が会長代行として共生会の運営を取り仕切るようになりました。ですがこの運営がなかなかうまくいきません。もともと共生会は山口組に対抗するために広島の暴力団が集まってできた連合体的な色合いが強い組織だったため、組織内で主流派と反主流派との対立がくすぶっていたのです。そしてとうとう共生会の内部抗争が勃発しました。これこそが第三次広島抗争です。この抗争の最中に刑務所で服役中だった2代目共生会会長の服部が共生会の跡目を会長代行の山田に譲ることを決めました。こうして3代目会長に就任した山田は共生会を連合体型組織から自身を頂点としたピラミッド型組織に再編したようです。そんな中山口県下関市に本部を置く合田一家で総長を務めていた合田光一が西日本の有力暴力団に呼びかけを行い、反山口組同盟となる関西20日会を結成しました。合田一家以外の主な加盟組織は大阪市の松田組、神戸市の中正会、姫路市の木下会、岡山市の浅野組、北九州市の工藤会、
そして山田率いる共生会です。1980年、関西20日会に所属していた木下会の組員が3代目山口組系竹中組の幹部らを射殺しました。この事件をめぐっては両組織の間で話し合いの場が設けられて一旦和解となったのですが、ここでの和解条件が合わなかったことで再び対立し、今度は山口組系竹中組組員が木下会会長の高山正弘を射殺する事件を起こします。その後、3代目山口組組長である田岡が病死したことで、竹中組組長の竹中正久が山口組の4代目を継承しました。この時、木下会を含む関西20日会と竹中組は対立していたため、共生会をはじめとする関西20日会加盟団体は竹中の4代目襲名披露に名を連ねていません。さらに4代目山口組が内部抗争で分裂した際には、山口組を抜けた組員によって新たに結成された一和会と交際することを決定しています。そのようにして共生会は山口組と対立し続けていました。1987年11月、17年間にわたり共生会の頂点に君臨していた山田が病死します。この時ナンバー2の沖本勲が刑務所に収監中だったこともあり、以降の共生会は主要幹部によって運営されていたそうです。当時北海道の札幌市には共生会系島上組傘下稲田組の下で活動していた維新天柱会という右翼団体が存在しました。1989年12月、維新天柱会の構成員が同じく札幌市に拠点を置いていた山口組系声優会を訪問します。そして会長の石間春夫にお歳暮を渡したそうです。ここで石間はお歳暮の主に共生会の大門があることに気がついて激高します。石間はこれまで維新天柱会が札幌市で右翼活動をすることは認めていました。それは維新天柱会が暴力団ではない純粋な右翼団体だと思い込んでいたからです。この時初めて維新天柱会が共生会の傘下に入っていたことを知った石間は、北海道では山口組以外のヤクザ系右翼団体の活動を認めないと宣言し、渡されたお歳暮を突き返しました。これを受けた維新天柱会は独断で石間の殺害を計画します。そして1990年1月4日に計画を実行することにしました。この日の夕方、自分の命が狙われていることに気づいていない石間は本部を出ると車に乗って自宅に向かっていきます。その道中、石間の車が赤信号で停車しました。この瞬間を狙って待機していた維新天柱会のヒットマン2名は拳銃を手にして飛び出していきます。そして石間が乗る車に向かって何発もの銃弾を撃ち込んだのです。これによって石間は死亡しました。山口組の直系組長が射殺されるというのは前代未聞の事態であったため、ここから山口組と共生会の全面戦争が始まるのではないかと危惧されたそうです。しかし両組織の上層部は交戦を望まず、即座に事態の収拾へと動き出しました。共生会はすぐさま維新天柱会系稲田組で組長を務めていた稲田哲夫を絶縁処分としました。さらにその上部団体にあたる島上組の組長を破門します。その上で山口組との和解交渉に入りました。5代目山口組側も早期解決を望んでいたようで、事件直後から組長である渡辺義則の名前で報復禁止令が出されています。とはいえ親分を殺された声優会がこの報復禁止令をおとなしく聞き入れるはずがありません。怒り狂った声優会の組員は共生会から絶縁された稲田が所有するビルに車両で突入する事件を起こします。その際声優会組員は警備に当たっていた警察の目の前でビルに銃弾を撃ち込みました。さらにそれから数日後には共生会から破門絶縁された元組員2名を銃撃します。ここで銃撃された2人のうち1人は頭部に銃弾を受けていたそうです。このようにして声優会による報復が相次ぐ中でも、共生会幹部と山口組幹部との間で和解交渉が続いていました。そして石間の殺害から2ヶ月後の3月4日に共生会の最高幹部陣が山口組本部を訪れ、正式に和解が成立します。ここでの和解交渉から発展する形で刑務所から出てきた共生会理事長の沖本と5代目山口組若頭補佐の桑田兼義が五分の兄弟杯を交わしたようです。その数ヶ月後に沖本が共生会の4代目を継承します。これにより山口組は共生会に対する強い影響力を得ることになりました。1992年7月27日、広島県公安委員会が共生会を指定暴力団に指定します。それから11年後の2003年8月に4代目共生会会長の沖本が病死しました。彼の葬儀の模様は広島県の民放各社に取り上げられたそうです。翌年、
モリア・アツムが共生会の5代目を継承します。5代目体制においては6代目山口組組長の司忍が貢献することになったため、共生会と山口組の関係が親密化しました。2018年、5代目共生会で本部長を務めていた荒瀬進が共生会の6代目を継承します。それから2年後の2020年2月16日、6代目共生会会長の荒瀬が6代目山口組若頭補佐の安藤美希と兄弟杯を交わしました。山口組分裂抗争の最中に行われたこの遊園式には、6代目山口組組長である司忍の代理で若頭の高山清が列席しています。いかがでしたでしょうか。仁義なき戦いで有名な武闘派暴力団共生会、広島の反山口組共同戦線として始まった背景もあり、過去には山口組との間で熾烈な抗争を繰り広げてきました。ですが近年は双方の最高幹部が縁組杯を交わすことで親密な関係を築いているようです。それではご視聴ありがとうございました。